モンシロチョウ族は、シロチョウ族を分類する族の一つである。世界中で広く見られ、種の多様性が最も高いのは、旧北区地域で、ヨーロッパや北アメリカ東部では、類似した朝鮮シロチョウ族よりも多様性が高くなっている。この族の多くの種は、幼虫時に、キャベツと、油中の植物を食べる。これらの植物には、グルコシノレートと呼ばれる、 化学物質が含有されており、この物質との名は、化学的適応が研究されている。他のほとんどの昆虫とは対照的に、モンシロチョウ族の幼虫はこれらの化学物質を解毒することができ、グルコシノレートなしでは植物を食べないほど特殊化している。モンシロチョウ族のメスは植物に卵を産む前に、グルコシノレートの存在を確認する。 作物に害を与える種は、ユーラシアから世界のほとんどの地域に広がり、ほとんどどこでも害虫とみなされている。北、アメリカに生息する種パイラスオルラシアやバージニアシロチョウなど、害虫ではないモンシロチョウ属の種がある。これらの種は、特定の在来の植物のみを食べる。北、アメリカでニンニクガラシがパイラスオルラシアとバージニアシロチョウの幼虫を殺す。 方法として、アブラナカの一部の植物が急速に広がることで、モンシロチョウ属の一部の種は脅かされている。一方で、それはパイラスナッピに適した食用植物とされている。モンシロチョウ属であるからといって、それらがすべてモンシロチョウ属の他の種が接触できる、同じアブラナカの植物を接触できることを意味するわけではない。アルファベット順に配置、和名は、 白井は1996から2021及び、日本産鳥類は妙学名便乱2010から2013による。ありがとうございます。